はい、メッチチャンネルです。メッチ今日なんですけど、アイコス 3D なんですけど、もう結構アイコス使ってるんですけど、なかなかこれが刺さりにくい。こうふわーって入れた時にふにゃってなって吸ってもめっちゃ刺さりにくくて、まずっていうことがいっぱいあるんですよ。その時の対処法を教えたいと思います。僕がやってる方ですね。まず、僕あんま知らないです。こう揉む、柔らかくする、ふにゃ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 、これをやってる人いますわ。ふにゃ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 。次にホルダーを上げる、ここまでですね。ここまで上げます。これを入れます。これでいつも僕は刺して吸ってるんですけど、なんか新たなやり方でさらにここで加熱する。これ今点滅がしてますね。点滅します。ピコン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 、まだかな、ブルブルがピコン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 。あ、今ブーってやった。プッて刺す。おお、すぐ刺した。うまい、うまい。あ、おいしい。これほんまに刺されにくい時のふにゃっとした感じまずいんですよね。歯によって違うんですよね。この入り具合、この入り具合が違うんで、やっぱ一番簡単なやり方はこれ、僕はいつも揉まなくて、このホルダーをピュッて上げて刺してサッてやりますね。そんな百発百中入るんですよね。だそれでもなんかまずい時あるんですよ。だからこの3つの手順、まずこれを揉む、揉みます、揉みます、揉んだ後に、揉んだ後にこのこれをピュッて上げる、このホルダーですか、上げてここを入れますと。で入れた後に、入れて入れて、こっからこの点滅がここボタンを押して、点滅がピコン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 ってなるんで、それがピッて止まって今から吸えるぞっていう時にすかさず押す。で、おいしいってなるんですよね。この3つですね。今から冬の時代なんで、アイコス寒さに弱いんで、なるべくこう温めるなり、ポケットに入れるなりなんなりして温めて使ったら美味しく吸えると思います。お、美味しいわ。このやり方一番おすすめかな。この3つやった方がいいですね。揉む、ホルダー上げて、上げて置いたままピコンピコンピコンで温まった上で刺す。この3つの方法を試して、この冬の時代のアイコスの美味しい、こう冬じゃなくても美味しく、一本もこのね無駄にしないようにね、吸っていくようにしましょう。めっちゃねえした。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。めっちゃねえした。